こんにちは、ドンです。ということで本日もよろしくお願いします。もう試練やばいっす。今回はでかい、やばい。マジか。タイで12針ここに打ったんだけど、それ以来の結構でかめの試練。何言って、パスポートをなくしましたというか、すられました。はぁ、パスポートと、いや、起きたら、あれっつって20から40ユーロか40から60ユーロぐらい、多分20から40ユーロ入れてたなと思って、カードケースの中になくなってて、でもうおかしいなと思って、なことねえんだけどなみたいな、昨日多少残ってたし、で朝起きたらそうパリ1日目一夜で、おかしいなと思いながらで生活してたら、その日の夕、まあその日体調悪くて寝てて、昨日なんだけど、ずっとやる気ないわみたいな、今日で夕方ぐらいに、あのアコムカードから不正請求、そう、なんか不正に使われた、不正使用かの恐れがありますって来て、16万って、はバチクソ俺寝たんだけどみたいな、マジでっつって、ちょっと勘弁してくれると思って、そこでアコムカード電話して、でいつ戻られますかって言われたら、19日ですって話をして、その調査のところから連絡させますって言われたら、はぁみたいな。だもうなんかで、それぐらいでも結構まあ来るじゃないですか。でクレジット止まっちゃったし、それで良かったのが、JCB はあんまこっち街では使えないけど、普通になんかアゴーダとかホテルは使えるんで、あとそのウーバー移動とか、それがすげえ良かった。 JCB 使えたのが、街中はビザでなんとかなるから。さっき言われたのが、エッフェル塔の近く行くときはカード1枚だけのがいいよ、すられてもいいようにしてた方がいいよって言われて、いやその前に僕パスポート今日ないのに気づいてるんですって言いづらかった。でもその人日本語超うまくて、名前聞けばよくない、そうで、英語うまいねって言われて、マジでっつって、いやいや毎日英語使ってたからねみたいな、そうなんかその不思議、逆に日本語で言われると俺不思議だわ。昨日なんて歯列矯正の下のがさ、ここに突き刺さってて、自分でもうバーッと抜いて、でもなんかなんだろうね、自己防衛能力高まるよ海外いると、ワイン飲んじゃったもんね今日。そのこの前のホテルがいいのかな、ジェラールドってホテルで、俺ジェラールド無理だった、マジで多分抜かれたもん、カード抜かれて16万ぐらい、インドネシアのなんかよくわかんない旅行会社から、ね、請求来て、アコメ聞いたらはっつって、僕今パリなんですけどっていう、プラス40から60ユーロぐらい、まあ、20から60ぐらいだと思うんだよな、200ユーロ下ろしたから、で100ユーロぐらい使ったんだけど、そのパリの駅の目の前のとこがすげえ良すぎて、あまりにだからなんだろう、そのここのホテルの方とかはすごい親日だと思うんで、めちゃめちゃ良くしてくれるし、昨日の今日のだから今朝まで泊まったホテルとかはちょっとしんどいなと思うし、全然違う、近い距離、歩いて8分ぐらいの距離だけど、で今日トリプルブッキングしちゃってて、アゴダで、だって電波環境悪すぎて、この前のホテルが、で自分のシムのやつもだからパリに入ってイングランドで125ギガ買ってたのに速攻で吹っ飛んで、パリ着いてホテル取りたいなと思ったら、あれっつって電波悪いみたいな、シムカードどこで売ってますって言って、セキュリティーって知らないって言われて、多分外って言われて、嘘だ適当だなお前らと思って、だから駅の中でテレフォンって書いてあったから、あシムカード売ってる、でもシムカードどれがいいって言われて、 How many days って言われて、滞在どれぐらいって言われて、2、3日かなっつって、だったらこれぐらいいいと思うよって、いやごめんっつって、アンリミテッドフルマックスお願いみたいなのを、普通に何だろう、反応というか選択の連続じゃないですか。パリに来るのも結局 EU スターっていうのがあるんだよって、2時間半ぐらいで行けるよっていうのを、 Uber の ACDC のコンサート行くときに乗った Uber のおいちゃんから聞いて、あそっかって、だったらちょっと荷物今回重量結構重いから来たんで、いろんなもん、そうなので、まあ、30キロ近くあったんで、だから来るときにだバーツで払ったんですよ、もうそれもそうだったよね、5555バーツでマジでっつって、宝くじもなんか当たんのかみたいなそのぐらい、みたいな、そんぐらい払うわ、オーバーサイズブッキングしてるから、その要はそのオーバー分ね、荷物が25キロまでは多分 OK だけどみたいな、プラス5キロ分みたいな、だからなんかその前にまず iPhone15 Pro Max なくしてるしね、出てきたけどコンドミニアムから、だからコンドミニアムも電気代払えてきたしね、ごめんって忘れてたわってだからなんかね、もうなんかなんていうの、日本みたくちゃんとしようってならない出来上がっできてきたアクシデントに対してこなすだけで経験値超上がるよ
俺だって12杯塗ってみんなに言われるのがタイで12杯塗ったの大丈夫だった、なんか物パクられなかったって言われて、パクられてない1個も、ね、みんな経験のある仏教徒だから、うん、フランスとか行ったりとかこっちはランナーウェイするやつが多いからそれパクって、そうなので気をつけなきゃいけないなと思ってたんだけど、スリが多いって言われたし、まさかでも自分がすられるとは思わなかった、マジで引いた。明日だから大使館行ってパスポート再発行してもらわなきゃいけない、めんどくせえと思って。あ、でもここの最悪ここのフロントの人が語学語を喋れるって、語学語を喋れるって話、日本語上手くて、あなたの日本語上手いっすねって言うキャン、You are Japanese, you language very well みたいな、わかんないです、反応で出てるんで、上手いっすねって言ったら、君もよく英語喋るねって言われて、日本人にしては珍しいよねって言われたから、いや、あの僕のマイブラザーイザーパキスタンで、ボーンインパキスタンでボーンインプケットって話して、エブリデイイングリッシュって、マイフレンド、あ、ネパール、パキスタン、アンダリアンマー、イッタリー、ロシアン、フレンチって言って、そう、many people speak English って話をして、日本と感覚違うでしょ、そう。これがサラで出るから、普通に。うん、やべえパスポートどっか行っちゃった、どうやればいいんだっけ、あ大使館行けばいいよね、だいたい1週間ぐらいで再発行してくれるかな確か、ラッキーみたいな、ラッキーってラッキーって思う時点で頭おかしいでしょ、俺もなんかおかしいと思う、昨日まですげえとこに伏せった、ラッキー1週間かけてたぞ、何食いたい、ディズニーランドに1週間だって滞在できるんですよ、保険会社はその請求ダメって言ったけど、パスポート再発行まで1日ぐらいで多分出れるでしょって言われて、知らないよ、明日大使館行くから聞いてみるわ。でもね、俺の友達に聞いたら保険ちゃんと請求できるって聞いてるんだ。だから保険金請求してやろうと思って日本帰ったらムカつくわ。AIG すごい。IOE だとこんなめんどくさいこと言われないです。病院行っただけで AIG 連絡してくるしね。すっげえ対応遅いし。最初のだから立て替えてるもん俺しょうがないから AIG の入院費。入院費つか病院費。ざけんなよと思った。IOE だとこんなのないもん。速攻。病で。あとチケットマスターのせいでちょっと ACDC のコンサート見れないか微妙だったけどね、ディアゴーゴ、うん、でもそういうのはあるけど一個一個対応するしかないんだよね。だから ACDC 見に来たのにみたいな、ウーバーでわざわざさ ロンドンの中心部からウェンブリースタジアムまで、いやいや勘弁してくれよってなるじゃん。だからそのセキュリティダメって言われて、もう信頼してないから、じゃあはい次っつって、分かりそうな人のとこ行って、で、あチケットマスター行けば大丈夫だよって言われて、だからそのどこに行け、どうやって行くのみたいな、そうだ、どうやって行けばいいのって何回か聞いたもんね。3、4人に聞いたもん。どうやって行くの、どうやって行くの、どうやって行くので、ここって言われて、ああ携帯の電波遅いねって、もうその時点で多分買ったばっかの、ロンドンに来て買ったばっかの125ギガ飛んでるんで、2日目にして結構高かったんだよ。しかもそれ6000か7000か8000ぐらいするんだよ、多分それくらいなんだけど、ロンドン空港すごいヒースローで買ったので、もうそう考えると金がサクサク飛びすぎて低いっすよ、ヨーロッパ。ワイン1本でも26ユーロぐらい、ここでもあの1日目に俺バーで飲んだビールがちっちゃいやつ20ユーロにかかるから、あれっつってお釣り返ってこないんだけど、お釣りが分かんないじゃん。英語だったらチェンジって言う、チェンジって言えばいいんだけど、フランスだからさ、さっきルーボン、ここのオーナーさんなんだけど、その白髪で多分あのここのオーナーさんなんだろうなっていう、恰幅のいい女性って言うとあれだけど、ね、いやでもなんかその嫌な感じじゃなくて、すごいなんか、あセレブな人ってこういう感じなのかなみたいな、そうすごく素敵な上品なレイディーですごくて、で抱けるだけないでは見てないからね、そこじゃなくって、で話してて、いやルーブル行きたいんだよねつって、あじゃあミュージアムって話をして、どっか行きたいんだよねって、ルーブルって言ったら言い方が違って、ルーポンルーポンって言って、難しいぞつって話をしてた後のは、あその僕のワイン持ってきてくれたフロントの方がイングリッシュよくしゃべんのにフレンチはマジかって、いやそう難しいもんフレンチ、でもフランス語とイタリア語とスペイン語は似てるっつった、フレンチイタリアスパニッシュは似てる、だからその方語が語語だもん、イングリッシュジャパニーズフレンチね、今パリだから、アンダイングリッシュと日本語ぐらいはしゃべるっていうか、日本語とイングリッシュで普通に話されたっていうか、英語日本語で言われたんで1年日本にいたって言われた、うますぎるこの人の日本語って、でも何回か言ったもん、ああいうジャパニーズってお前は日本人なんかつってでもそれで盛り上がるよ、日本語喋れる人とか、マジでマジで、もう俺役に立って言われるもん、お前本当に日本人かって、イエス、いやでも I live in Thailand I live in Bangkok って
で、だから友達がうちのまずね一番大事なパートナーというかブラザーズがパキスタンでしょ、ボーンインプーゲッターでボーンインパキスタンだから、まあ、ルールオブタイ、あのルールオブパキスタンだからブラザーズがまずねだいぶ行っちゃってるじゃんで、あの俺服買ってるとここでとかネパールやんでしょ、デイブさんとかでしょ、ネパール人でしょ、あと仲いいのがだってあのプーケット行けばミャンマー、イタリー、ルシアン、フランチとか、なんだったらうちのねあのコンドミニアムレントした時の人スパニッシュだから、でもオールイングリッシュだもんノンジャパニーズだって、日本人がいるところにいないし、基本勝手になるよ、コミュニケーションでなんとかするって、ここのホテル超いいなみたいな、あ仲良くなったみたいな、カプチーノ超うまいみたいな、カプチーノ出してくれて最初なんか飲むって、コーヒーティーカプチーノとか、カプチーノ飲みたいですね、めっちゃうまいみたいな、多分あのタイで言うとそのようなんだろう、ウェルカムドリンクなんだけど、うまっ。タイはね蒸し暑くていいんだけど、こっちはパリはパリでなんかそのカラッとしててすごく素敵な、僕は大好きです。昨日までっていうか今朝まで泊まったホテルだいぶやばかったからね。パスポート消える、20から40ユーロか40から60ユーロが消える、魔のホテルだよね、そう考えると。パスポート消えてユーロ消えて、なんならカード不正請求で止められるみたいな、ジェラルドホテル怖いわ。ここは大好き、教えない。歩いて8分ぐらい。だからそれが経験なんですよ、知見で。俺最悪バンコクでもプーケットでも、なんだったら台湾台北でも住んでたから、あとフィリピンのセブでも、うん、今のところロンドンでもパリでも住めるし、メイビー多分あのなんだろう、あのバルセロナ、スペインのバルセロナとイビザでも住める、てかプーケットも住めるし、ミャンマーの、ミャンマーじゃねえや、マレーシアのクアラルンプール住んでたから、クアラルンプール、ケアラとランカウも住んでたから、ランカウも住めるし、だ住めるとこ多いのは結構でかいかもしれない。だからそこのルール知ってるし、あの仲いい人もいるから、まあでも一番バンコクとプーケットが一番でかいかな、ホームにしてて一番。世界中からいろんな人来るんで、だからこっちで待ってれば勝手になんかいろんな話ができるし、だからすごい世界が近いっていうのが、日本にいたらこんな感覚ないもん、絶対。だって日本人かって言われるぐらいだからね、感覚が違うんだよね。すげえ楽、責任の範囲も楽だし、お金さえ払えれば OK っていうのは世界だから、基本的には。まあ暴れないでねとか最低限のはあるけど、その要はルール的なやつはね、ルールズはあるんで、ホテルごとにルールズが違うんで、オーナーさんが違うからそれはしょうがないんですけど、それをプーケットでよく学んでるんで僕は、バンコクではそこまで感じなかった。基本的には東京と似てるかなっていうルール、ロサンゼルスも一緒だけど、プーケットは露骨にルールが違うんで、オーナーさんごとに、イタリアンな人もいればタイなのかな、わかんないけど、ホテルごとにマジでルールが違うんで。タイでは NG の C 社が普通に吸えるホテルがあったりとか、あるある。なんでっつったら、いやまあディープスキープ払ってるからって、まあそこのビッグマネージャー仲良くて、フランクさんがイタリア人とかなんで、イタリーはタトゥー入れがちだよね。イタリーはね筋トレしてタトゥー入れがち、ゴリマッチョ。ミャンマー人は耐久力でなんぼなんで、僕と同じタイプ、サイズが一緒だし、そう、あのゴリマッチョ目指さない、どっちかっていうと、なんかあのいつでも蹴り殺せるぞぐらいには鍛えとくっていう。でもそれが世界じゃないと思ってたんだけど、まさかパリで感動しすぎてすられると思わなかった落差がすごいよね。タイのバンコク、タイで言えば10年前なんて超大嫌いだったし、もう仕事で行っててしょうがなく行ってたぐらいの感じなの。バンコク好きじゃねえ、バンコク好きとかタイ好きって、お前ら女買ってるだけだろこの野郎、クソ野郎って思ってたしね、ぶっちゃけね、その時ね。だけどで俺初めて行ったのが20年前なの、お前いくつだって言われるんだけど、41だって言うと、みんな全員がビビるんだよ。タイ人、タイ、ネパール、ミャンマーがみんなビビるんだよ。だって下手したら、だってみんなより早いからさ、初めてのファーストタイ、だって話してる子たちが20、21、22とかでしょ、生まれた年ぐらいにこいつタイに来てたんだみたいないやそりゃ仲良くなるじゃん、うわみたいな、うわみたいな。しかもファーストプーケットも20年前だから、で10年前の時点で仕事で来てるし、
だってもうね20代の子で言えば10歳みたいなもんじゃんってなると、うわっつってみんなに言われる、ああいうタイってあなたはタイ人ですか、メビナーって多分ねっつってでもタイ人とかヨーロピアンな人たちとか今日本じゃない人こういうノリだよ、まあいっかーっつって、だ日本の感覚で言うとやっべ大使館行かなきゃみたいな、うーわーみたいな、金すられたし警察もかなみたいな、めんどくせえなーみたいななるじゃん、その前に身の安全守ろうみたいな、ホテルゲッチュみたいな、しかも日本語喋れる人いる、いや別になんかあのすすってないよ、鼻が詰まっただけで、パリあんま空気良くないとは思うよそんなに、うん、失礼、タイも良くないけどね、空気に関しては、ただパキに関しては、いや、あすいません、ペーパーがなかった、ペーパーそこに置いてんの、トイレットペーパーをボルダーに抱いた日本だった、すげえ分かりづらいの、超おしゃれに置いた、高さんがあれ右のこの辺の地点でこう壁があってここにあったの、うわヨーロッパだよ、おしゃれだよパリイギリスロンドンもおしゃれだったけどね、ビッグベン見て拝んじゃったもんね、うわすっげえ、夢にまで見たビッグベン、 ACDC のライブウェンブリースタジアムに行くまでに乗っけてくれたウーバーの方が、その要はユーロスターっていうのがあるから2時間半でパリ行けるよって言われて、電車でマジでっつって、うわそこまではちゃんとパスポートあったんだけど、そうじゃないと乗れないからユーロスターパリ駅着いたらだってもうエグジットするだけだからあの別にあのパスポートチェックないんで、なのでなんかそうアムステルダムも行けるって聞いたしね、そのパリステーションの目の前で食べたところ の、 あのレストランで仲良くなった方にどっから来たんですかってアムスって言われて、マジでつってユーロスターで来れるよ3時間とパリまで、あれパリまで来れるし確か俺さっきロンドンからも見たぞつって、そうあのアムステルダム表記、オランダも行けるし、イギリス、ロンドン、オランダ、アムス、あとパリは来やすい、ユーロスターで。パリまでは4万いくらかな、5万弱。一番安いシートで、うん。たまたま隣がいなかったからラッキーだったけど、だその試練も来るし、夢の国に来たなって感じもする。だそのなんか外国の人、海外の人たちが日本来て、めっちゃ喜んで帰るじゃない。同じ感じがすげえわかる。ああまあその人に対してさ悪いことしようと思う人間ってあんまりいないじゃん、日本人って。パリはね意外とスリに来るやつがいるから、このエリアだけは気をつけろって言われてる、エッフェル塔の近く、東京タワーの近く行くのにすられるから気をつけろっていう日本人いないでしょ。フランスパリはねダメ、多分イタリアはマジでダメ、イタリア人がだってオーナーっていうか、イタリア人がビブマネージャーやってるのも店のだってスタッフラナーって書いてある、食い逃げするから捕まえるってことでしょ、ラナーってランナーだから、ああで白Tっていうか白ポロ着てるのがマネージャークラスで、で僕の友達はフランクはビップマネージャークラスだから、話しててなんとなく分かるわけ、イタリアンって確かになんか体鍛えて最悪逃げがちっていうか最悪それ捕まえるミャンマー人って、だってミャンマー人戦争してるからね、国に対してね、ミャンマー人は強いよ、同じサイズだし俺行ったりではないから、でも僕は身の安全守るのはフレンドリーっていうだけで、いやここのホテルいいなとか、いやさっき別のホテル行って、まあ、今日トリプルブッキングしてたからジェラルドから最初クラフトって行って、行く間にそのエッフェル塔とかあとはその凱旋門とか見るわけさ、ウーバーの中からで着いて、あれっつってここのホテルも予約してんじゃんって、一回見に行こうみたいな、時間的にチェックインするんでまず30分ぐらいあるしみたいな、前のホテルね、だいたい2時チェックインだから、だったらもう一回行こうっつってウーバーもう一回やったら、目の前の人でいや今まで乗ってた人なんだけど、なんでって言われて、いやホテルごめんこれ明日からだったわって、俺が分かれたのよ、今日明日プランと明日明後日プランがそのクラフター分かれて、あれっつって明日からかって、じゃあしょうがないなっつって、じゃあ戻るかっつって、戻るっていうかあのジェラルドは取れてなかったからその時点で、なんで今ここのホテル行って、で移動中に見たらジェラルドも取れて、トリプルブッキングかよみたいな、5万ぐらい失ったけど5万円の投資で、だって日本語ベラベラ喋れるマルチリンガルで信頼できる人がいるホテルを見つけたから、拠点みたいなもんじゃないですかってなった時に、バンコクで言えばエバーグリーンとか他にもあるし、バークレーとかって考えると、プーケットだったらこことこことこことか、例えば台湾台北は、台湾台北住んでたからね一時期ね、リンセンペールに
だし、まあ、あの別府とか、日本では別府とか沖縄でも、沖縄でも石垣でもあれば宮古もあるし、沖縄本島にもあるし、全然チャタンとか、チャタンじゃなくてもいいけどね、市内でも全然、うん、つうか俺別にあの離島行くしってなった時に、なんかその選択肢が増えたのはいいことかなと思って、スーツケース1個あればどこでも行けると思って、うん、それが一番でかいんじゃないかな。だから一般的にだからどこに住んでってなると、もうそこを住んでから考えないといけないじゃん。今実際俺バンコクそうなっちゃってるけど、バンコク便利だからね。ただそれはオフィス借りたから、オフィスに荷物1回ぶっ込めば別にあのゲットライセンスできるんで免許取れるし、うん、でバンクカード入るから、いや銀行口座と直結のデビットカードみたいなの手に入るので、ってなるとどん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 日本から、日本ってタックス 48% の国だから、あの実効税率ね、じゃあ1億残したら4800万持ってかれるわけじゃん。でもタイはさ 10% でいいわけじゃん。 8% って言った場合もある、 8% って言われる場合もあるから、だいたい 8% か 10% ぐらい適当なんだよね。だいたい適当だ、金持ちに優しい国だから。いまだにあの要はそのなんだろう、贈与税とか、あの要はそのあるじゃないですか、親遺産相続相続税かがないので、そうだ、めちゃくちゃ優しいし、最新医療がタイで、ヨーロッパに関してはやっぱヒストリー歴史がめちゃくちゃあるので、ってなると僕はどっちかっていうとなんかコスパいいタイが一番好きだなみたいな。プーケットにいれば本当にだからね、イッタリーがマネージャーとかやってるナンバーワンワインだなと思う。未だにナンバーワンワインでそれなりに安く飲めるし、ナンバーワンオイスターだなと。まあでもオイスターに関してはパリの駅前のとこも超良かったから悩ましいって。でもなんで海外でそんな牡蠣なんて食えんのって言ったら、いや一回だって当たってクソの入りで起きたことあるし、病院の行き方さえ知ってればなんとかなるかなみたいな。で今回パスポートなくしたじゃん、やっべ、確か大使館だったよね、とりあえず大使館行くかみたいな感じのノリ、うん、になりますよ海外行ったら。パスポート俺でもさすがに初めて、まあボロボロになっちゃったからいいんだけど、使いまくって、だって去年だけでタイと日本何回往復したか分かんない、6、7回往復してるもん余裕で、うん、でもパス、もうタイのゲートチェック超楽だもん、エントリーもイグジットも早すぎて、イグジットも早みたいな、一瞬一瞬でロンドンみたいな、でロンドンも早かった入国、日本ぐらいかな、ちょっと入国福岡とか時間かかん、あ、てか出国時間かかんの、うん、とか入国でたまにめんどくせえなと思う時あるけど、うん、その辺がなんかバンコクにはのドンムーアンとか特にない。ドンムーアンだったらすぐ家帰るし、両方すぐ同じからだけど、あのグラブが来た時の、まあ、ヨーロッパでルーが来た時のあれが違うんだ、その空港の待ち時間というか、空港のサイズが違うから、サイズ感がドンムーアンっていうスワーナプーブ、スワーナプーブだいぶでかいんで出国するのは楽だけどね。そうでも入国した時のあのウーバーゲットしに行く時がすっげえめんどくさい、特にドメスティック国内便、ウーバーの、あ、てかグラブのそのホットスポットというかグラブスポットに行かなきゃいけないのがめんどくせえみたいな。それがドンムーアンだとないんで、そっちを楽とかってあるんですよ。プーケットから帰るはずのドンムーアンのはずがサンナプームだと、うわマジかとかってあるんだけど、しょうがないじゃん、言うてもしょうがないから、で、サーディーか大声で叫んで、こっちだこの野郎、お前こっちだぞつって、まあ、それが日々ですよで日本で体感しないでいいでしょ、その今まで話したこと全部すべて12杯縫うとか、なんかあの急性即中毒で2回ぐらい病院送りになるとか、入院何回かしてるし、まあ、まあ、やけどぐらいからスタートしてんだけど、タイで言えばいろいろやらかしてるからね。そう、やけどしてとかからスタートして12杯縫って、まあ、何回病院行ったか分かんねえし、マジでこの前の病院腹痛で行ってやって、その前の頭痛すぎて行って、病院行き慣れるとその国になれるよね、それは本当思う俺、うん、だって飯出てくるし、インシュランス保険証券入ってればタダで済むし、だちょっとね、あの AIG さんと IOE さんでだいぶなんか差があるなとは思ったけど、今回でもやっぱり IOE さんいいなみたいなとか、うん、だからあんま使う人いないからね保険だから、保険会社とか不動産屋さんとか銀行とかがさ、まあ、駅前にビルを建てるわけじゃん、インシュランスカンパニーってだって保険会社だから、オアバンク銀行、まああとはエステイトか言えた、不動産エステイト、あぶねって感じなので、そう結局仲介仲介仲介業じゃん、だったら保険会社に請求する人いないし、保険請求で一番やられるのは蛍光品だからさ、ぶっ壊れたやつ、
それいっぱい多分ね請求されてるのは布団。俺普通にガチで病院でガチで病院から請求入ってるんで僕の場合。そうしょうがないっていう、向こうも払うしかないんだもんそこ。だって病院から来てるからそういうもんだしとかっていう、その最悪のステージが何回もあるんで、首都高で車ぶっ壊して死にかけたりとか、そうあの現金が銀行預金がね、会社と個人の預金の残高が1000円切って死にかけたりとか、死にかけたことが何回もありすぎると、とりあえずここのホテルでもういつまで取ってるから予約したから、さっきだからとりあえず寝泊まりできるところをゲットしたし、あとは別にあの飯食いたければ Uber Eats とか頼めばいいだけだから、あとはやるべきことやるだけじゃん。パスポートに行くとか、パスポート行って、じゃあパスポートいつまで出ますよとか、やりたかった、本当に行きたかったね。エフェルト別にそこまでじゃない、あのローボン、さっきあのフロントのおばちゃんというか VIP の多分オーナーさんだと思うんだけど、奥さんというかローボン、ルーブル難しい言い方、ローボン昨日初めてメルシーって言って、メルシーってメルシーってどういう意味か知ってる、センキューってコップマイカーってコップンカープっていうやつなんだけど、メルシーって一歩一歩です。今でこそコップマイカーとか、あのアロイマーって普通に言うけど、タイでアロイマーって美味しいですめっちゃって、ベリーデリシャース、アロイマーって言うんだよ。ヌンソンサンシーハーね、さっきここ来るときアンドゥって言われたもん。12、ヘアバンナンバーですか、12120アンドゥって言われた、アンドゥトゥみたいな、なんかあるじゃないですか、そのバレエの多分表現が。そうやって多分耳が鍛わって、言語を覚えてだんだん喋れるようなんですよ。ローボット、ローボット、ルーブルって通じるのかなこれ、ローボーすげえ難しかった、ローボーボーブーブーが、うん、ローボールーブルのブーが難しい。だからあの R と L みたいな、 R と L はマジでむずい、フランスの人には本当にむずい、困る。っていうか俺ユーロスター乗るときに、そう自分のアドレスソードのスウォード SWR で別に言ってんだけどさ、スウォードの R を何回も L って言われて違うっつって7M って言われて違うっつって、アオ書いたもん、アーアオだからみたいな、イングランドだからね、イギリスだからねっていうのはあるよ、あるある。だって俺別にだってあのジモティじゃないから、ただジモティバリにあの落ち着くホテルは見つけてあるんで、ロンドンも、うん、別にあるから、そうロンドンだったらここかなとか、最悪別に他でも行けるしなとか、エリアが分かるから、大英博物館の近くだったらある程度ってなると余裕じゃん。大英博物館の近く泊まれば別にさ、テスコあるし、コンビニみたいなスーパー、うん、でテスコの近くに美味しいサラミ売ってるとかあるしってなると、まあ生きていけるよねっていう風な発想。旅行者じゃないんだと思う。だからあこの辺ベーカーストリートねってグラブでこっちでウーバーで撮って、えへえこんな感じなんだ、その前メイクやすっげえなんすよ、ロールスロイス、ここ高級エリアだからねって言われて、あそうなんだっつって、青山みたいなもんかなみたいな、その後ベーカーストリートでシャーロックホームズ知ってるよっつって、当たり前じゃないっつって、おーシャーロックここはみたいな、例えばキングストーン駅とかもそうだし、買ってきたもんねパーカーとのトレーナー。だからその日々楽しむっていう意味では、なんだろう、夢の国にずっといるんだよ、イギリスのロンドン、やっぱりってなった時に悲壮感にくれるよう、昨日一日寝たけどね、体調悪くって、だけど、まあ、パスポートなくしても大体帰国みんなしてんだからなんとかなんじゃないのかなっていう発想になるっていう、ここキープしてるし、週間だから17日までここ入れるから、別になんかルーボン、ルーボン、okay、どこ行くのルーボン、ルーボンって最後の日までルーブルでは通じないかもしれないけど、フランスでは。でもメルシーって言うの、メルシーありがとうって言えるようになった、メルシーって。だからそういうのが結構楽しいかもしれない。日本だとありがとうってどんだけ極めてありがとうじゃないですか。でもアメリカとか欧米圏とか大概の人にはセンキュー、センキューバーバーチとかサンクスで終わるわけですよ。でしょ、うん、例えばハローっていうのもこんにちはこんばんはとかあるじゃないですか日本だと。例えばじゃあオーストラリアだったらテイスで終わる、テース、ティースだけで終わるっていう、知ったりとかするわけですよ。僕はさすがにそこまで雑くないんだよ。てかタイはサワディカープで終わるからいいんだけど、サワディカープ、コットンカープ、ありがとう、サワディカープこんにちはって。そうだから楽なんだよね。そう発音が似てるし、英語とサワディカープ、コットンカープとか、その発音一気じゃん。日本語ってこの辺なんて結構むずい、チューニングするのはむずい。てかでもなんか慣れ、
ずっとだから日本語喋れる外国人と喋ってると思うんだ。毎回言うもん、ああいうジャパニーズってお前日本人かつって俺逆になんかお前日本人じゃねえなって言われるもん。なんでお前イングリッシュだみたいな。いやでもイングリッシュ考えなくていいんだもん、めんどくせえしみたいな。日本語めんどくさくないって考えなきゃ、シンクぐらいにはなります。バンコクとかに住んでプーケット行きつつ、そのロンドン行ってパリに来たら、だからパスポートオフィス行って日本語で喋るのがよくわかんないけど、明日めんどくせえ大使館行かなきゃみたいな。大使館行った後ルーブル行ってこうかなみたいな。パクられてもいいしみたいな。パクられてもいいしって別に物があんまパクられるの嫌だし、物の身から拘束されるの嫌だけど、まあでも夢の国だしな。フランス、ルーボー言えるようになるのかな、帰国する10代以上でもマジで楽しいよ。それがでもなんか世界のいいとこじゃないかな。本当に目の前のことどうにかしなきゃいけないから、来年のこととか考えてらんない、うん、そんな余裕ない。来週のこと考えてらんない。一応なんか19から日本に行かなきゃいけない予定あるんだけど、そんなこと考えてらんない。まずパスポートみたいなそれを楽しめるようになると海外はマジで楽しい。アクシデント起きてもとりあえずなんとかなっかっていう。そう、 ACDC のライブの後にウェンブリースタジアムの駅からまでまずすっげえ並ぶし、俺ウーバー捕まえらんねえなーと思って、かやべえなーと思って。電波もなんかさ、125ギガ使っちゃってたから、うわ。もしくはその混雑すぎて電波が飛びすぎて無理だったのかで、まあ、要はもうスタジアムからとりあえずこうやってなのかハーツで、でさっき話したベーカーの駅で降り、ベーカーの駅まで行きだったからで降りて、で僕ここの駅なんですけど行きます、どうやって行けばいいんですかって、目の前多分女子大生ぐらいの人なのかな、イギリスの子に聞いたら調べてくれて、でここです大丈夫ですって言って、ありがとうって話をして。本当な、目の前の課題をこなしていかないと死ぬんでってなると、勝手にコミュニケーション取れるようになる。なんとかするしかないんだもんGoogle 翻訳使ってフランス語で頑張るとか、それあとはとりあえず反応的に英語が出るとか、反応的に日本語で調べるより英語で話す方が断然楽なんで、まあ、パスポート取らなくてよかったとか、ビューティフル、アメージング。いやマジでもう本音だからさ、僕のマイドリームの世界だから。パリはもちろんイングランド、ロンドンもそうだよ。それをだから要はその日本人の人たちが分かるんであれば、外国の方たちが日本に来て超良かったって言ってくれたら、こいつこの外国人超いいやつだって思うでしょ。同じ、うん、だからそのなんか感動した時に感動、アメージングタイランドって入れようとしてるかなっていうぐらいの時と同じぐらい、 I love Phuket、 I love Paris は入れるかな、どうすっかな I love London は入れる、うん、パリも入れたいなと思う。だから好きな街が増えていくっていうね。だから今のところアイラブ東京入れるつもりは全くないんで、うん、全然福岡別府もないな。別府はちょっと入れてもいいかなぐらい、ちょっとぐらい。あ、そう考えるとアイラブプーケットが一番でかいと思う。ホームタウン、アメージングタイランド、アイラブ入れてもいいなと思うので得してそんなもんじゃない、生き方って。多分それがヨーロピアンな行ったりな生き方っていう、刻んでいくって、体に刻んでいくっていう。最初はライフイズビューティフルじゃねえのかな、フランクにそろそろ入れろって言われてるから、イタリア男になるためには入れなきゃいけないの。ここからこっちまで入れてる人はね、ほんと全開でここまで白いパッキリしたワイシャツとかで入れてる人はもうそれなりのクラスのレベルの人。要は人にタトゥー全部見られようが、イングランドもちょっと似てるかもしれない、タトゥーが入ってるの見られようが、もうパーソナルとして許されるから、その人として仕事として雇われてるのでっていうのとかを考えながら、シンクしながら世界を見てると、そのフェアを、まあ、パキスタンのムスリム、うちのジミーちゃんとかいうフェアプラスシンクで見れるから、ある程度冷静ではいられるというか、まあもうやること決まってるしみたいな。そうやることできないと病院にかプリズンにぶち込まれるかしかないからさ、世界はシンプルじゃん。日本みたくなんかもうちょっと複雑さないので、そうなんて思うんだろう。毎日とりあえずなんかアクシデント起きてくるしなみたいな、ある程度のことは。バンコクのコンドミニアムを撤去しなきゃいけない、退去しなきゃいけないし、やることいっぱいあんだよっていう中で、それをなんかこなしたら意外と1年サクッと終わるし、その1年間の密度が海外で全部それ自分で対応っていうか、全部自分でやってるわけじゃないよ、もちろんパートナーがいたりとか仲間がいるおかげで全部できるけど、でなんかそれがその成長速度変わるじゃないですか。日本で毎日サラリーマンやって会社と行き来してる人と、毎日とりあえず死にそうになってるぞみたいな、やっべみたいな、どうしよう、明日とりあえず大使館行くかなみたいな
ってなると、そう、なんかその辺がでかいっすよね。やっぱ人の成長速度ってどんな格好してこうかなと思う。大使館行くこの格好で行くとさすがに怒られそうだから、ちょっと襟付きのちゃんと着てこうかなってとかね、そんなもんです。ということで、なんかプーケットでもいろんな試練ありましたけど、バンコクでもありましたけど、パリでもありますけど、でもその試練乗り越えれば乗り越えるほど、大半もあったけどね。台湾、台北とかマレーシア、クアラルンプールはあんまない。ランクイはほぼ感じなかった。ロサンゼルスもちょっと高えなと思うぐらいはほぼ感じない。なんかその拠点なる感なる前のその試練が、パリとプーケットはちょっときつかったかな。バンコクと、全然ルールが違うし、日本と12針縫ったりは熱中症で病院送りになって、急性食中毒になって病院送りになったりしてないでしょ普通。何回入院してんだったマジで。俺だって何だったらバンコク帰ったら毎回病院行こうかなって思うの。サプティベートちょっと体調悪いっすって一応全チェックしてくれ。この前 IC 全員行ったし保険請求ザケン俺のせいじゃねえからな。 AIG お前ら怖いだけや。それぐらいルールが違うから、プーケットのホテルのルールが違うのと似てるかもしれない。その辺の、いや、インシュランスカンパニー保険会社のルールの違いは、だったら一番自分に相性いいルールのとこ使えばいいんじゃない。僕だったらモバイルだったら楽天モバイルだし、そこしか選択肢ないからさ。でカードだってクレジットカードだったらアコムしか選択肢ないし、選択肢ない中でだってそれを全開使うしかないじゃないってなると知恵が全開で出てくるんで、そう、あとは行動って、まあ、だからその知識、行動で知恵だよ。で一連の作業 PDCA サイクルがあって経験値が溜まって、だからそのまあとりあえず日本語喋れるフランス人見つけたし、なんとかなんかあとそのお酒の飲み方とかいろんなことのやり方分かって大丈夫かな。あとは危険なエリア聞いたし、そんなもんですよ。分かんない、パリがこれでホームタウンなのかどうか分かんないけど、俺はイングランドよりは、イングランドもイングランド、ロンドンはロンドンホームタウンとして全然好きだけど、いかんせん寒いしすげえ雨降るかどうかとかしてドーバー海峡渡る渡らないで、フランスだってほぼ降らないもん雨、降ってもガーって降る、タイと似てるスタイルだから、そのまま別に耐えられなくはないけど、イギリスのシトシト感はちょっときつい、うわみたいな、シトシトしてるから今日デカめだ。ベイカーストリートの本だから、シャーロック・ホームズの世界が好きな人は多分いいんじゃないですか。他はどっちかというとフランスのパリの陽気なもん、昼からワイン飲んじゃっても夜までワイン飲んじゃうよね。パッターンってやってパスポートなくしたの方が俺は好きかな。花の都かどうかは今のところ感じてないですけど、フランスに来て、パリに来て。ただ、そう、フィッチウェイ、フィッチ、だフィッチ、ドゥーライク、どっちが好きって言われたら、バンコクよりはロンドンだし、ロンドンよりはパリだけど、ただ、プーケットが居心地良すぎて、いや、コスパ的な部分とかいろんな部分で、なった時に、だから僕が英語ベルバルを喋れるようになったとか、英語普通に聞けるようになったのはプーケットのおかげなので、あとはコスモっていう、シアトル出身の友達が事務局長やってるところの再生量とかいろんなあるわけですよ。経験が、経験というかいろいろ積み重ねがあってですけど、だから海外移住が効いてるのか再生量が効いてるのか、それともなんかその試練乗り越えまくった数が違うのかわかんないけど、だんだんもう余裕になるっていうか、めんどくさいけどこれやるしかないな、今日やんなくていいな、やらないってめんどくさいっていう感じになりますよ。日本人なら今日やっとこうと思うでしょ。だってもう閉まるまであと1時間だしなみたいな、渋滞してるしな、めんどくせえしみたいな、じゃあ明日ちょっとなんかドライブがてら Uber 乗りがてら行くかなみたいな。だからなんか移動のコストのめんどくささに関しては正直なところ、バンコクに似てるかもしれない。パリは渋滞超してるし、 Uber のドライバーも結構イラッとしてたし、イライラしてたもんだって、なんか Uber みたいな怖ーと思って、そうぶっ飛ばしてた。あ、イギリスも結構似てるかな、そういうところで言うと。だからイギリス、東京、だからロンドン、東京、パリ、バンコクが似てるかな、そういう点で言うと。なんかイライラしてる人が多いっていうか、プーケットはそんなことない。プーケットみんななんかもうちょっと余裕があるというか、もうちょっとゆとりがあるかな。なんかそんなにお金なくてもっていうと言い方悪いけど、お金かけなくても生活できるし、マジで4000円で買ったサッカーボールでだいぶ遊べるなとか、それぐらいのレベルなんで、飯も安いし美味しいし、だから僕としては拠点としてはやっぱプーケットが良かったかなというか、まあ、プーケットにしようとしてるんで今っていうのを考えながらロンドンにいたりとか、今で言えばパリにいたりとかするんで、比較対象、比較対象、比較対象みたいな。次バルセロナとイビザが待ってるんで、だからオフィスはタイにバンコクに置いてるけど、もしかしたらプーケット移住をイビザに変えるかもしれないし、イビザの方が良ければね、
でもイビザのルール分かんないからさ、だったらプーケットでいいかなとりあえずって。プーケットとロサンゼルスとかハワイとかに似てるんで、結構運転で言えば日本と同じルールで左側車線だし、だ右ハンドル、イギリスに関しては逆だよね。分かんない、ちょっと待った、イギリスはどっちだってよく分からん、覚えてない。フランスは逆です、左だったはず。さっきの買ってきてやった時、おいちゃん左に乗ってて、確かそう、俺の左の前にいたから、俺左に乗ってるし、イギリスはこっちに出して右にいたはずぐらいで、でもなんか常に場所が変わってるのもそんな考えてらんないから、目の前のことに対応するしかないってなると、まあ本当は空即是式の世界ですよね、うん、もうやるっきゃないというか、でやらなくていいことはやらなくていい、だからね、人間のエネルギー量ってある程度決まってるんで、一日の活動量とか、なので、まあ、今日一日を楽しんで生きよう、飲もうみたいな、行ったりフランスの方が僕は好きかな、どっちかっていうか、あと多分スパニッシュみたいな、踊る、遊ぶみたいな。イギリスはなんかもうちょっと違うなとは思う、もうちょっと哲学的なイメージというか、うん、これもでも行ったから分かることだしね。バンコクはどっちかというとスペインと似てるだろうと思うし、プーケットとかはイビザとほぼ一緒って言われるんで、それはサウジの人が言ってたけど、この前それを聞けるっていう、聞けて喋れるっていうのがでかいかもしれない、プーケットいるだけで。でもそれが英語で喋ってるから普通に当たり前に、うん、だからそれがでかいかな。だから日本人ってあんま言われないしね最近だけど、わかんない、まあスポット走ってるから日本大使館なんだよね、タイ大使館じゃないんだ、ごめんね残念ですねいや、タイのパスポートそこまで使えないはずだからいいんだけど、面白いなと思って、日本大使館どんな感じなのかなみたいな、であるじゃないですか。そういう楽しみ方ができる人は海外向いてると思いますよ。リアルロールプレイングゲーム in the world、 もともとパーフェクトワールドっていうオンラインゲームのゲームマスターが、じゃあ要は何だろう、ソシャゲ中じゃなくてソシャゲ中作る側、ね、の人間がリアルが一番楽しいよっていうか、それは説得力があるに決まってんじゃん。俺お坊さんだし、 I have Japanese monk license、 I am Japanese monk、 なおもたすたわって最近言ってなかった、さっき一回ちゃんと言ったけど、サラでスラメラやパージャン、パーマージャン、パーマーだったはーなんて言えないね。はい、アルコール飲んでるもんね。はいっていうだけで。パナティパターベラマン、ユシカパターのザマディアミ、スラメラやマージャンって言えないのと、他にもあるんだけどね。カミスミッチャチャーラーとか。そういうの言えるだけで、タイは絶対、ミャンマー、ネパールとか、あの超仏教大国は生きてくるので、そう、パーリー語ってやつなので、パーリーランゲージ。そういう意味で言うと、僕はプーケットが一番都合いいかなって。ムスリムの人だったらインシュアラーで終わるし。神と共にあらんこと、 God bless with you、 God bless with you、 だから言葉数少ないけど表現力というか、それを言える立場っていうと言い方悪いけど、そのバックボーンがあるんで相手も分かってくれる、うん、っていうのはあるかな。だからそのなんか投資用のサラリーマンじゃないよっていう、さっき電話してた AIG のなんかさ、よくわかんないコールセンターのオペレータースタッフではないよ、経験値が違うよっつってあ、ド遊び、ド遊んでやろみたいな、ざっけんじゃねえよこの野郎っていうのは、ジャパニーズファッキンエアラインの時と一緒かなって感じはします。ということで、はあ、また新たな試練が来たよ。でっか、12針針の時に来たね、パスポートなくなった。まあボロボロになっちゃってたらいいんだけど、もうしょうがないから別に。1週間滞在の覚えたし、最悪だって19っていうか、日本に帰ってのプレゼンの時間できなくても、いやパリなんですいませんって言えば終わるし、一応90日ルールがあるんで、 EU は180日中だよ。1年間の半分のうちの半分、4分の1まではヨーロッパ諸国 EU にはいさせてもらえる権利があるんで、日本のビザがあれば、というかビザがあればない、ないけど日本のパスポートがあれば、今もないけど、だけど日本の要はその大使館に行って手続きをすれば、だから今後の対策ができるんでって考えると、まあ別に死なないしいっかっていうぐらいの感じです。それぐらいの感覚できてないとね、胃が痛くなるよ。俺もよくなるけど、いっぱいいろんなこと起きるもん、海外住んでたら。海外っていうか日本じゃなければ、日本じゃないからこそ日本ではないような問題が超多発生するっていうのが、だからそれがリアルワールドの面白いところじゃないっていうところで、まあ、こんなんでいいのかどうかわかりませんが、はい、まずリアルのパリライフですよ今。インパリ、イングランドで動画撮ろうと思わなかったから、そういう意味で俺はパリの方が好きかな、うん、あのタイエア飛んでるし、ワンウェイで。でパリまで来てから次バルセロナ行ってもいいかなと思って、
もともとバルセロナとイビザ行く予定だったけど、今回行けそうないんで、早々に一回ちょっとバンコクに帰るか日本に帰るかどっちかにしないといけないから悩ましいと思いながら、まあでもバンコクでやることがね、まだコンドミニアム撤退とか撤収とかあるんで、それが終わったらまあご褒美旅行でまたヨーロッパ来ようかなっていう感じでございます。まあ、本当になんか毎回毎回タスクを切って自分にご褒美を多少与えてまた頑張るみたいな、本当な人参ですよ、 馬を走らす人参をうまく頑張ってますっていうところで、まあこんなんでいいのかな、海外生活。なんか気になることあったら言ってください。はい、なんかすげえつまんねえって動画って言ったけど、うっせえやつ、入院した時に撮った動画なくてつまんねえって言われても知らねえやつコメントバツってあるけど、でもリアルの海外ライフっていうのかな、まあ、バンコクと今のところロンドンと、まあ、その前に言えばね、あのロサンゼルスとハワイで住んだところでケアオ、クアルンプール、アンダランカー、台湾パイペイ、まあ、セブンに会社持ってたこともある、フィリピンセブン、アンダードマネッティに行ったことあるか、シティホールもあるし、まあ、どこでも別に住んでたんで、やってること変わんないなみたいな、コミュニケーション取ってホームになるっていう、うん、っていう、まあ、何に伝わるか分かんないんですけど、あのやらなきゃいけないんですよ、プレゼンをね、今度ね、出版セミナーで。なんで、取ってみましたということで、In Paris, see you goodbye, Merci, Merci ってありがとう。ローボーって言えんのかな、俺なんか。Merci って。